2022不幸自慢コンテスト。はい、えー。終わったわけなんですけど、優勝賞金ね、えー、お送りいたしまして、まあ去年が1万111円だったんで、まあ今年ね、2万2000円にしようと思って、まあ2万2000円でご案内していたんですけども、去年も1、えー、去年に合わせて222円をプラスしてお送りさせていただきました。まあ受け取りが完了しましたということで、無事遅れました。で、メッセージもいただきました。 えー、吉田さん、賞金受け取りました。ありがとうございます。まさか私が2022年、福島ンコンテストに優勝すると思うの正直びっくりしました。動画でいろいろアドバイスありがとうございました。行動からしか未来は変わらないですね。ありがとうございます。失、えー、出演は、は発っ転び人生から客、奇跡の勝利する、チャレンジする女さんからいただきました。ありがとうございます。まあ、無事受け取れたということなんでよかったです。もうほんとね、ペイペイのね、送金、ほんと簡単っすね。<laughs> すごい便利な世の中になりましたよね。 まあ一番最初はね、あの銀行振込みで、まあこのさ、この時は銀行振込みでやりますみたいな話をしてたんですけども、まあ、優勝された方がですね、p a ペ p ペでもいいっすよみたいな。で、p ペ y ペで初めて僕が送金したんですけど、クソ簡単で、こんなに簡単に金送れるのかみたいな。<laughs> まあ今、ペ a ペイだと、まあ、ど結構使える。まあ、コンビニでほとんど使えるだろうし、結構あのいいじゃないですか。使える幅は広いと思います、ペイペイに関してはね。 ああまあ、電子マネーなんだけど使えるところ多いので、まあ、来年もすいませんペイペイで送金させていただきますああ。やるんで。来年はいくらになるかちょっとわかんないですけどね。もしかしたら下がるかもしれないです。売り上げ次第です。で、今回ね、去年これ11,111円11を受け取った優勝者の方からですね、あのメールが来まして、メールが来まして、まあ、これ PDF 版でなんかね、最初ね、PDF で送っていいですかみたいに言われたんですけど、PDF だとその審査基準が うーんちょっとあの変わっちゃうからその PDF は今回なしでって言ったんですよ。だけどなんか PDF であの書,いて書いてましたね。しっかりと。<laughs> まあ、今回のやつを PDF でも書いてました。はい、だけどそれは、まあ、あの審査基準に入れないようにしてたんで、まあ、その今回ね、えー、コンテストが終わった後に送っていただきました。こんな感じですね。 まあやっぱね PDF だとやっぱ表現方法がね変わるので画像付きなんでね変わるんでちょっと面白おかしくなるなっていうのは感じましたよね、うん、ただねあの去年はそのギニュー特選隊赤のやつさんがこの PDF でいきなり送ってきてすごい面白かったんですよで優勝になったんですけどでもそれをまたやっちゃうとなんかその審査基準がねぐちゃぐちゃになるんで、あのー、やめてそのテキストのみで勝負みたいな感じにしました はい、まあもうねコンテスト終わってるのでまあ別に読んでも審査の対象にはならないってあれなんですけど、まあ、こんな感じで、ね、ちゃんと書いてくれてますね、はい、面白いですねはいで今回はああのまあ、この動画のね、えー、もうちょっとしたら流しますけども、えー、こちらはい、えー、2022年福島、えー、コンテスト歯医者の弁、えー、こちら動画が送られてきましたのであの流そうかなと思います 前回優勝者の前回優勝者が語る動画ね送,送っていただいたんでこちらあの流しますのであの <laughs> すいませんあの興味ある方はですね、えー、去年優勝者どんなやつやねんと、えー、ギニュー特選隊赤のやつってどんなやつやねんっていう気になって仕方がない方は、えー、この後ね、えー、再生して聞いていただければいいんじゃないかなと思います、はい、あのね まあまああの、なんかね、なんか僕が感じたのは、なんか、歯医者の弁なんだけど、ちょっとね、やたらおしゃれにこうしてる。やたらおしゃれな BGM 入れてるので、あ、これおしゃれな BGM 入れると、これなんかあの、なんかいいなみたいなね。<laughs> 聞きやすいなというか、なんか、弁なんだけど、華麗な弁になってますね。そう。歯医者の弁言うてるんだけど、BGM がかなんか華麗なので、華麗の弁みたいな。 カレーの色と便の色も一緒なんだけどカレーなる貴族みたいカレーな便みたいなねなんかそんな感じで聞こえたんでこれは非常にまあ聞きやすいですしよかったら聞いてみてくださいはいということで、えー、<laughs> ギニュート副戦隊赤ナイスさんから動画を送っていただいたので興味ある方はねあの聞いてみてくださいではどうぞ2022不幸自慢コンテスト、えー、敗戦の ベンはい皆さん、こんにちは。はじめまして、あのー、ギニュー特選隊赤のやつさんです、はい。赤のやつですね。はい、なんか <coughs>、すみません、なんか、ちょっと喉やられてて、ちょっと、えー、若干喋りにくい感じなんですけど、いやー、あのー、ちょっとね、あのー、こういう形で、 あのー、動画をちょっと撮らせていただいてるんですけどあのー、ですね今回のえっ、ー、と2022福岡自慢コンテストでまあちょっとあ負けてしまいましてねあの負けたって思ったんですけど負けたって思ったんですけどあのー まあね、優勝者の発表の時の吉谷さんのいろいろ言っていただいていることに対して、まあ、自分もいろいろ考えましてなぜ敗戦したのかということをあのちょっとね発信しようということで敗戦の弁および反省の弁 あの言っていきたいと思うんですけどまあね、まあ、か単純に言ったらやっぱあれですよねその吉谷さんが言われていたあのー、まあなんて言うんですかその、まあ、コピーに、ま、勝るっていうあの、あのー、一言ですよねオフ,ァーオファーはコピーに勝ると。 あの、やっぱり、その、内容。はい。内容ですよね。だから今回、あれなんですよ。その、だから前回、前回、あの、のこともあって、この、事実をどれだけ面白く、面白おかしく、不幸面白おかしくっていうことを、やっぱり吉田さん言われてて、前面に押し出してね、あの言われてて、やっぱそれが大事だっていうことに、ことに、 あの、ちょっと囚とわれすぎてたかなっていう。ま、あ自分がコピーうまいとは言いませんよ。言いませんけども、やっぱそれにちょっと囚とわれすぎてたし、僕はあの、全員の方のやつ聞いたんですけど、やっぱりこう、あのぼえ、ちょっと偉そうなこと言えないですけど、やっぱりその、言い回しとか表現とかにやっぱりその、こう重きを置いてる人がやっぱちょっと多かった中、その、今回のね、<laughs> あの、 優勝した方えっ、ー、とエントリーナンバー5番でしたっけですよねエントリーナンバー5番のえっ、ー、とちょっとえっ、ー、とあそうエントリーナンバー5番ええー「七点抜刀人生からの奇跡の勝利にチャレンジする女さん」ねーですよね。 僕もね、ああ、ちょっと、これはエピソードすげえなという、すげえなという、こんだけのね、エピソードないですからね、そう。<laughs> しかもね、僕は、僕は、ちょっと、すみません、聞いてない人はあれなんですけど、あのー、まあね、オチとして、生活保護ですよ、みたいな、なっちゃいましたよ、みたいな言ったんですけど、まあ、この方はもう、そ,それも、経て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 、今ですからね。 そう。まあ、エピソードトークとしては、エピソードトークというか、その、まあ、吉谷さんの言われている、その、いわゆるオファーの部分に関して言えば、ちょっと叶わないみたいなとこがありまして、しょうがないっていうね、部分もありますよね。だから、もしかして、だから今回この、や,やっぱオファー、何、えっと、コピー、あ、オファーはコピーに勝るっていうね。あの、要はオファー、オファーが、 一番なんだということが前面に出てきた分、何ですか何て言うんですか次回は、やっぱり、やっぱり、とは言ってもコピーっていうな、こう、揺り戻しがあるかもしれないですね。次回はね。はい。ちょ、勝手にね、分析してますけど。まあでもね、その、今回の、その、七点抜刀人生からの奇跡の勝利にチャレンジする女さんっていうのは、いやー、これはね、あの、 吉谷さん悩まれたって言ってたんですけどあこやっぱりでもそうだなっていう感じはしますよね <laughs> 結局ああいうつらい人生があってでも真面目にやってた部分があってこれからが頑張ろうとしているというそのあの流れ流れっていうか、まあ、まさにそうやってる方だと思うんですけどそういう部分があってまああのこれはまあ しかもその七点抜刀あの何て言うんですか七転び八起きって言葉がありますけど結局七転び八起きと七点抜刀って全然意味が違くて意味が違うというか真逆というか真逆な,なんでしょうね要は七点抜刀っていうのは要は七回転んで八回倒されてるわけですからもう 散々な状態ってそう一点その七転び八起きっていうのはな7回転んでも8回起きるみたいなそう,そういう精神でみたいな負けないぞみたいなことなんで、まあ、まさに吉谷さんなんかをこういう精神でやっていられるのかや,あのやっているのかなってこう思いますよねうん <laughs> そうなんですよね なのでこの七七天抜刀人生からの奇跡の勝利にチャレンジする女さんっていうのはまあ <laughs> その内容とまああのペンネームがもうガッチガッチガチにもう一致してるってことなんですよそうなので本当におめでとうございますそうで そう、今回、でもね、僕、なんかあの生意気なこと全然言えないんですけど、ちょっと笑っちゃったっていうエピソードは、でもいくつかあって、<laughs> えっと、<laughs> あ、まあ、でも、一番は吉谷さんのう,あのうんこ話ですよね。なんか自分もうんこうんこをあのテーマに書きましてね、今年。 <laughs> まあまあもう,もう聞かれた方はねちょっと分かると思うんですけどもう読まれた時点でもうないなっていうのがちょっと如実にね出てたあの V だったと V というかその動画だったと思うんですけどもう吉谷さんのうんこ話がそ上回っちゃってるっていうねそう上回っちゃってるっていうね うね、あれはね、ちょっとね、あの、勝てないですよね。あ,あと、その、吉谷さんの、その、かぶせのうんこ話の、その、話し方っていうのを僕、ものすごく好きで、あの、面白くないですか、あの、あの言い方。あ <laughs> の言い方。ね、あの、なんでああいうふうに言うのかな。うんこがおしっこみたいに出たっていうね、いきなりそんなこと言われたらね、ら笑っちゃいますよね。うん。<laughs> うんこがおしっこみたいに出るっていう。 だから、それは笑っちゃいましたね。そう。あとね、笑っちゃったのがもう一つあって、やっぱりね、これはね、あの、エントリーナンバー14番のゆるい女さんですね。サッチーさんあの、僕は直接話したことも,もちろんないんですけど、まあまあまあ、あの、えっと、まあ有名ですよね。サッチーさんで、ね、そう、界隈ではね、はい。いやー、やっぱりこのゆるい女、 あの、ずるい女とちょっとかけてんのかなってちょっと思ったんですけど、ゆるい女ってことで、はじめにね、その、嫁に行けないのくだりね、あの、あれ嫁に行けないだっけな。まあまあそういう感じで、掴んで、内容がね、まさかの <laughs>、やっぱりうんこだったみたいな。そういう、まうんこ以外にも壮絶な、あの話でしたけど、 うん、やっぱりうんこを中心に物を語っていくっていうね僕そういうの好きなやっぱねうんこっていいですよねうんこっていいですよねって言い方もおかしいんですけどやっぱりそのまぁ、あ、今回ねやっぱりうんこかってことでうんこ言いすぎうんこうんこ言いすぎですけどやっぱりその下、下のそのやつってことであの埋もれてしまってねあのうんこネタうんこをネタにした人はあの 揃揃いいいもももっっって、ね、埋もれてて埋れれししまったっていうのあるかもしれないんですけどやっぱりねどうしたってこのうんこっていうのはこのなんていうんですかねこうネタとしてすごくそういうことをネタにする人って僕好きなんですよねうんだからなんか他にもねあったじゃないですかその,あの身,身も出ちゃったっていう <laughs> <あの笑>えっと 福岡に住んでいることは福岡さんですかね福岡と福岡の。あれだったかな違ったかななんか身も出ちゃった話はね。そういうのあるじゃないですか。身も出ちゃったって。だ、誰でも。あ、ないのかな僕人生ですごいいっぱいありますけどね。身も出ちゃったっていうのがね。うん。そのおしっこも含めてね。うんちも含めて。出ちゃったっていうね。 あるんですけどなのでそうやっぱね面白かったですねはいサッチーさんっていうのはぶっ飛んでますよねなんかねそういう意味ではそういう意味でもどういう意味でもちょっとぶっ飛んでるんじゃないかなっていうことは思いますよねはいというわけで あのー、やっぱりね、こう、どん底にあってもそこで頑張る。そして現在頑張ってる。これから頑張っていこうっていう、その感じ。えー、なんか吉谷さんも、その <coughs>、音声対談のねやつ、あ、あの、あ,のあげて、ちょっと僕も、あの、見てない。見てないっていうか毎、毎回見たんですよね。毎回多分見たと思います。あの、ルノアールのやつですよね。 そう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 なんか CAD やってる人だったかな違ったかなかそんな感じのねやつ上げてたりしてだからこの福慢コンテストっていうものを、まあ、自分のねあのネットビジネスっていうのの集客のためにこう使ってるわけだと思うんでそこにつなげてね あのーまあ、こういうふうに頑張ってる人もいるというふうにねしてるわけですよね。うん。だこの「不幸自慢コンテスト」っていうのは単純に「不幸自慢コンテスト」で楽しむってわけじゃなくて、まあ、ここから吉谷さん自身が集客にこうつなげる自身のね集客につなげるっていうものコンテンツだと思うんで。 まあすごく偉そうなこと言って何を偉そうなこと言ってんだっていうすいません本当にあのそんな感じでねあの次回頑張ります僕はあの賞金ねあのゲットできるようにまあ参加しないと賞金ゲットできないですからね まあ賞金ゲットで,るできるかわからないけど、賞金をゲットできる権利はゲットできるわけですよ。参加することにね。で僕はそう思ってます、はい。なので。でもね、一気にね、これ読み上げたっていうのはすごいですね。一、まあ、日で。あの僕はあの聞くだけでしたけど、一気に聞いて。あの だけでもね結構時間かかったんですけどそんな感じでねやってますよ、はい、というわけであっ今来ましたね優勝の参加者限定プレゼントが届いたようですねちょっと見てみますこの後ね。はね、い、というわけであの「リニュートンクス」元 <laughs> 気 かみました「義乳特選隊赤のやつさん」ん自身で、えー、今回2022福岡自慢コンテスト、えー、反省の弁まあ敗戦の弁ですね敗戦の弁ものすごく中身がないですけど申し訳ありませんというわけで、えー、以上になりますまた来年になるかもしれないですけど さようなら。